ナイス。オッケー、決まった。よしよしよし、いい勝負いい勝負。無料でこのクオリティ、無料でこんなに楽しいの、無料満載、無料万歳。ああ、無料のコーナー。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。Steam の無料ゲームの中から面白いゲームを発掘し紹介する無料のコーナー、今回はスティールサーカスをやっていきたいと思います。はい、これはまだ2019年8月8日と今月配信されたばかりなんですが、賛否両論ということで1621レビューが集まっているんで、やっていきたいと思います。こんな感じでアリーナで行うドッジボールっていうのかな。はい。こうパスをし合ってゴールに入れるという、ハンドボールみたいな感じですかね。はい、そういうルールで、やるスポーツ系の、ゲームですが、はい、これをやっていきたいと思います。起動するよ。はい、じゃあやっていきましょう。クイックマッチ、オプションで地域選ばれるんですけど、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、南アフリカ、オセアニア、ヨーロッパ。アメリカサーバーでやったら一番マッチングするのかなっていう感じでした。で、チャンピオンギャラリーも見れて、スキルもね、それ独自のスキルがあって2つあるんですけど、こいつだったら、シールドを直線上に投げてダメージを与え気絶させるのと、檻を作り出して敵を閉じ込める、この2つのスキルですね。はい、で今キャラが3つしか使えなくて、で全キャラアンロックしようと思ったら2000円のチャンピオンパックっていうのを買わないといけないんですね。で、こいつだったら、バリアを張ったり、ミサイルストライクといってフィールドにいる敵に砲撃してダメージを与えることができるスキルですね。で、こいつはね、なんか自分と敵の位置を入れ替えることができたり、地下に潜って敵のすぐ近くに、ワープしたり、ワープというか、移動したりすることができるという、俊敏性を、重視したものですね。はい、でキャラはね、かぶることできないんですよね、多分。はい、あ、でこの人チャンピオンパック買ってますね。アクリドで行くんですかね、ビダルさんは。はい、で日本人をマッチしてるの、カタカナ表記とかでやってるのって自分だけなんで、ひらがなカタカナ両方いけると思うんですけど、なかなか日本人はマッチングしないですね。でこれね、結構凝ってるんですよね、演出が。かなり背景も書き込まれていていい感じなんですけどね。だから人口もっと増えてほしいですよね。はい、じゃあやっていきましょう。はい、とりあえずボールをで全方位シューターっぽいんですよね、これ。あ、いきなり入れられた。全方位シューターっぽくこのカーソルを動かさないといけないんで、それがね結構ねあれなんですよね。あ、これ取られましたね。今なかなかね触ることができないんですよね、最初は。でタックルも難しいっていう感じで。はい、もうすぐスキルが使えるようになりますね。はい、こんな感じで移動することができるんですけど、まだ慣れてないんでなかなか難しい。こんな感じですぐ取られる。でタックルで取る。入れられましたね。で基本的にマッチは3対3でしかできなくて、5対5とか、ダメでしたね。8対8とか。はい、こんな感じで移動することができるって感じですね。はい、でもなかなか慣れないとね、これね操作がまだおぼつかない。まだ数試合しかしてないっていうのもあるけど、最初にボールを取るのも難しいんですよね、これ。でそうそう走るのはボロ負けじゃん。下の右に青いゲージでスタミナがあるんですよね。このスタミナ、そのスタミナ分だけ走ることができて、それもね結構ね全然これ守備1人回らないとダメなんじゃないか。全然だな。すごいいいようにやられてる。ちょっと守備いきましょうか。ちょっと守備いきましょう。はい、よし、今いけるかな。やばい、危ない危ない。ナイスナイス。あー、なんか殴られてる殴られてる。これタックルも難しいですね。結構操作は難しいですね。あ、今スタミナがないので走れない状態ですけど、ここは潜っていきましょう。あ、惜しい。あー、すぐ取られる。まあ熱い試合はできそうですけどね。 OK、 決まった。まあ5対1、焼け石に水的な感じですけど、このねスキルがまた使いにくいんですよね。あー、割と押されてますね。ナイス。あ、あ、なんだなんだ、この辺りなんかわからないことが起こってるが、ナイス。ナイスナイスナイス。オッケーオッケー。ビダルナイス。君は課金してるんだ、頑張ってくれ。まあ一応ゲーム内通貨でも買えるんですけどね、結構高いんで1万5000円ぐらいするんで、結構ね1万5000ポイントはなかなかためらないですよね。さあ、あと1分半、これは負けますが、こっちこっちこっち。ああ、もう全然ダメ。ああ、すぐにボール取られるからな。味方が頑張ってほしい。ああ、取れない。ボロ負け、やばい。これね、ほんと難しいんですよ、操作が。やってみるとわかると思いますけど。こっちこっちこっち。あー、なんで取られるの。オウンゴールかい。挙句の果てオウンゴールか、おい。頼むわ。10対2、あ、10点入れられたら敗北ですね。はい、悔しいな、もう一回やろう。はい、点は決めたものの、全然でしたね。ちょっとね、こいつね、敵と味方の位置入れ替えたりするのとか難しいんですよね。なんで、もう一回、まあ、普通キャラでやりましょう。で、レベルアップして、こんな感じでもらえるんですけど、これをね、1万5000貯めないといけないんですよね。なんで、かなりやらないといけない感じですね。ユーロチャンネル。さあ、じゃあ、こうレベル31の人がいる。めっちゃベテランがいる。これは勝てるんじゃないか。はい、じゃあ普通のオーソドックスキャラを2戦目選びましょうか。さあ、ちょっと配置がキーの配置換えしたので、2戦目より1戦目よりはマシになるんじゃないかなと思います。あ、この辺りはベテランばっかりですね。なんかキャラを買ってますね。これは期待が持てるかもしれない。鉄山瓦礫っていう、なんか今企業名が見えたぞ。鉄山瓦礫。さあスタミナがなすぐ減るからな。で最初のうちはスキル使えないですよね。すし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 にゴール決められたわ。あー惜しい。こっちこっちこっち。ナイス。やばいやばい、スタミナがない。惜しい。ナイス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 。今回はいい勝負ができそう。取ってもらおう。ダメだな、いきなりやられてる。よし取った。よしよしナイス。ナイスナイスナイス。やばいやばい、ボール向こうにあるのになんであそこでタックルしてんだよ。全然関係ないところでタックルしてんな。こっちこっち。ナイス。いやいやいや、ダメだろう、取られとるがな。ナイス。ダメだ、入らない。見せ場だったのに。こっちこっち。あーダメだ、やばい。おえー、ちょっと前がかりになってましたね今ね。それにしても弱えなうちのチーム。いけ、くそ、インターセプトしたのに。ああ今爆弾にやられたのか。爆弾にやられてる間にゴール決められた。ちょっと弱すぎないかうちのチーム。簡単に取られてるからな。あーダメだ、やばい。ナイスナイス。取れ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 。よしナイス。こっちこっち。ナイス。こっちに来い。あーダメか。このディビリングリオンさんはうまいな。よしこっちこっち。オッケー決まった。あれあ取られたのか。やばいやばい。頼む頼む。よしナイス。あれマジか。くそー、今のめっちゃ美味しいチャンスだったのに。よしあーダメか。渡せ渡せ。ナイス。オッケー決まった。あーなんとかね決まりましたね。オッケー、まだあるよまだあるよ。よしすぐ取られたな今。やばい。あー、インターセプトされた。オッケー、ナイスナイスナイス。タッチダウン、そのままボールを持っていってもいいのか。なるほどな。やばい。インターセプト。あー、ダメか。くそー、難しい。一人なんか退場してますね。やばいやばい。取って取って。おお、オウンゴールじゃん。おい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 、頼むよ頼むよ。オウンゴールはやめようよ。よしよし、ナイス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 。さあこれは負けるかな。ナイスナイスナイス。あー、でもちょっとあれですかね、追いつけないですね。やっぱりちょっとアメリカサーバーなんでピングも高いですね。まあそれはしょうがないのかもしれないけど、マッチングしないからね結構。あー、取られてる。ダメだ、負けた。これ10点で負けでしょ。あー、負けたか。まあさっきよりはまあまあマシだけど。先を急ぎましょう。はい、じゃあ3戦目やっていきましょうか。じゃあロボットにしますか。すしすしさんと会った。お、レベル1の人がいるからこれ結構いい勝負するかもしれない。レベルは拮抗してますね結構ね。さあマッチングできるのか。なんかすしすしさんっていましたよね2戦目ね。よし、ここはロボッツにします。ロボッツはなんかシールド貼れるみたいなんで、それをゴール前とかに設置できれば守備になるんじゃないかなと思うんで、まあ基本攻撃ですけど。ああ、やっぱりこれ全部違うキャラにしないといけないっぽいですね。さあいい勝負をしたい、できれば。ドラゴンが飛んでる。鉄山がれきの周りをドラゴンが回ってた今。さあこっち側か次。なるほど。お、いきなり取られた。ああ、よしよし。あ、そうかそうか。自分青だった、さっきオレンジだったから。こっちこっち。あれ、あ、しまった。あー、ダメか。でもちょっといい勝負っぽいぞこれは。これはチャンスだぞ。いやいやいや、取られるんかい。よし、こっちこっち。ダメか。めっちゃみんな跳ね返されてる。ナイス。あー、ダメか。今インターセプト狙ったんだけど無理だった。なんで。よし、ナイスナイス。あー、当たるか。ナイス。OK、ナイスナイスナイス。お、いい勝負がこれはできるぞ。足を引っ張らないようにしよう。で、砲台をこうやって。あ、オウンゴールだ。よしよし、ナイスナイスナイス。オウンゴールナイス。砲台を。あー、ダメか。壁を作り。やばい。砲台やられた。インターセプトがなかなかできないんだよな。おお、単純なゴール決められたぞ。ダメダメダメ、これじゃダメ。ナイス。オッケー、決まった。よしよしよし、いい勝負いい勝負。こっちこっち、おえー、ナイスナイス、こっちこっち。おお、跳ね返った。うまいな。よしよし、こっちこっち、おえー、ナイスナイス。あー、ダメだ。やばい。ナイス。こっちこっち。よし。インターセプト。オッケー。決まった。タッチダウン。お、ナイスショットって言われた。ありがとう。くそ。これインターセプトめっちゃむずい。ナイス。取って取って取って。ナイス。うまい。うまいうまい。よし、これは勝てるぞ。やっぱりこうレベルが近いといい勝負しますよね。ナイスナイス。ナイスナイス。おえー、やばい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 。あー、取られた。マジか。やばい、取られた。ごめんごめん、今のは自分が悪い。自分が悪かった、すまん。やばい。よしよし。ナイス。ナイスナイス。あー、ダメか。オッケー、勝ったー。よし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 。オッケーオッケー。勝利。やっぱりいい勝負しますね。オッケーっす。よし、ジオメトリーゴール取ったぞ。はい、ということでまあこんな感じで、遊ぶことができるという感じですね。で、勝利するとやっぱ経験値がたくさんもらえるっていう感じですかね。お、レベル5になった。はい、皆さんもやってみてください。ピンポンパンポン。はい、以上いかがだったでしょうか。やっぱりこう今レベルが強い高い人低い人マッチングするのでこう慣れてる人と慣れてない人の差が激しい、マッチングになりましたね。3試合目は結構いい試合したのも、まあ、同じぐらいの実力の人が集まったからなんですが、まあまあそのあたり競技人口が増えると、整理されていくんじゃないかなと思います。で、将来的にもまあランクマッチもあるということで、で、これニュースを見ると、なんかロードマップが示されていて、一応2020年までの、どういうサポートをしていくかっていうことも書いてあるんで、結構先を見据えているゲームなので、ぜひ皆さんもプレイしてみてくださいということで、今回のアーム寮はスティールサーカスでした。ではまた興味深い無料ゲームがあったら紹介したいと思いますので、チャンネル登録、グッドクリックお願いします。ユーロでした。バイバイ。